ということで、一定数多項式の乗算からの流れでですね、その多倍長整数と単精度整数の乗算を考えていくわけですけれども、まず最初にですね、その一番基本になるのはその単精度の整数同士の乗算ですね、をこれを見てみましょう。x と y を整数としまして、で、共に1ワードの整数とします。今、1ワードは n ビットとしておりますので、x も y もその n ビットの二進数だと思いましょう。でそうしますと、じゃあこの積 xy の桁数はどのぐらいになるかっていうと、これは、積ですから、桁数で言えばちょうど、桁数は和に相当なるわけですね。ですので、xy の、桁数、ビット数は、たかだか 2n ビットになると、つまり2ワードになるということがまずわかると思います。そうすると、計算機上で、その1ワード同士の数の乗算を行う際には、その x と y の計算結果、xy を入れておく、メモリ、もしくは場所として、2ワード分のメモリが必要になるということをまず、押さえておきましょう。で、そこで、この機構をですね、CPU では、いろいろね、仕組みで表しているんですけれども、今のところはもう少し抽象化して、こういう形でこう表している、表すものとします。上の方でですね、x と y それぞれ、その1ワードずつの数が与えられて、それをかけましたと。で、それぞれ xy がですね、2ワードにこう渡るんですけれども、この xy の入れ物として、まずこの1ワード分のメモリ、それから、ここに書いてあるその補助演算装置というのが1ワード分確保されていて、この2ワード分にその xy の結果が入るということにします。で、これに対してですね、その、z という新しい、メモリを用意して、ここでですね、その、x×y プラス z っていう演算をまとめて考えることにするんですけれども、ちょっとその理由についてはまた後でお話ししますが、まずここではその1ワードの数 x と y をかけて、その結果に1ワードの数 z を加えた演算というのをひとまとまりにして扱います。そうしますと、まず先ほどの話で、まず xy という積がですね、この2ワード分のメモリに入りました。それに1ワードの数 z を加えたものを、この w というワードと、それからガンマというワードですね、この2ワードで表すことにします。で、この時ですね、その xy プラス z っていうのが、実質で表すとガンマかける2の n乗プラス w というその2ワードで表されますので、この演算をですね、xy プラス z という結果を、この w とガンマという2ワードに入れましたというふうな形で表すことにします。この xy プラス z という演算をこういう形で表して、その結果を w とガンマというワードに代入するというふうに書きますので、今後注意しておいてください。で、これを使って、その多倍長整数とその単精度整数の乗算を書いてみます。書いてみますので、実際にそのアルゴリズムを作ってみます。この例では、その A の方が多倍長数ですね。A0、A1、A2、A3 という桁を、ワードからなる多倍長数としまして、それから B の方が単精度の数です。で、この、A と B の積を求めようっていうんですけれども、これはですね、まずその A の各ワードを、下位の桁から順番にこう並べていくわけですね。筆算のと同じように。並べていって、それに、B をかけますということなん、いうことで、計算を行います。で、
まず、一番下の桁ですね、この b かける a0 っていうのを計算しますと、この b かける a0 を計算すると、まあ、a0b っていうのが、この桁に入ってきまして、で、繰り上がりの部分っていうのは発生します。ガンマ1、繰り上がりの部分をガンマ1と書きました。こちらに、先ほどやりましたように、元の桁に残った数と、それから繰り上がりの分ですね。繰り上がりの部分は、さっき今、ガンマ1って書きましたが、このガンマ1を今度繰り上げていきます。で、次の桁は、B×A1 に、下の桁から繰り上がってきたガンマ1を加えた形ですね。で、それの、結果です。結果、まあ、ガンマ2という、また繰り上がりが発生するということで、以下同じように B とそれから A の何がしかの桁をかけて下からの繰り上がりを加えて、で繰り上がりが発生したものを次の上の桁に加えるという操作を繰り返すという形で、この多倍長の整数と単精度整数の乗算ができるということになります。で、まあ、これを表したのがこのアルゴリズムですね。まあ、スライド、今日のスライドの18枚目のアルゴリズムです。で、多倍長整数と単精度整数の乗算ということで、入力が A の方が K ワードですね、K ワードの多倍長数、それから、B は単精度の整数ということにします。で、C の方は、これは K ワードの、多倍長数と1ワードの、数の積ですから、ごめんなさい、K ワードの多倍長数と1ワードの単精度数の積ですから、出力としては K プラス1ワード の, 多倍長数ということになります。で、その計算の中身ですけれども、まず、ガンマ0というところに0を入れまして、でそれから実際の計算が行われているのはこの2行目のフォア文なんですけれども、このフォア文で、まあ、AI かける B プラスガンマ I を CI とガンマ I プラス1に代入します。これはどういうことをやったかというと、ちょうどこのですね、ある桁での演算ですね。まあ、例えば A1 かける B を計算して、下からの桁上がり、繰り上がりを加えたものを、まあ、この桁に代入して、さらに、繰り上がりを上の桁に持っていくというのが、まあ、ここの、1セットの演算の意味です。で、最後、3行目では、その、ガンマ K を CK に代入するということをやってるんですけれども、これはどういうことをやってるかというと、ここですね、一番上の桁の掛け算で、例えばこの例だと B×A3 を計算して、で、ここで、ガンマ4が繰り上がりで出ましたっていうところですね。このガンマ4を、最後、C の4という一番、出力の一番上の桁に代入するという操作をこの3行目で行っています。で、最後、この4行目ではこの C0 から CK という計算結果を返して終了ということになります。さて、まあ、ちょっと今日すみません、駆け足になったので、また皆さんですね、これから改めて授業終わってから適宜復習してもらいたいと思うんですが、まず計算量の見積もりもここで行っておきましょう。で、ここでの計算量が発生するのは2行目のですね、計算です。で、2行目は、このフォア分のループを見ますと、i が0から k-1 までの範囲を置きますので、ループは k 回繰り返しが起きていることになります。で、その中で、そのワード単位での、取得演算が何回発生しているかっていいますと、この AIB プラスガンマ I の分ですね。ここではその AIB で乗算1回。AIB か。AI かける B で乗算1回。それから AIB にガンマ I を加えるところで加算1回発生しております。で、この2回の、取得演算がですね、その K 回ループの分繰り返されますので、そうすると、まあ、合計の取得演算の回数は 2K 回ということになるんですが、まあ、これをその、ラージシータで見積もりますと、この計算量の見積もりというのはラージシータの K ということになります。で、K っていうのは何だったかっていうと、
この入力の多倍長数 A の長さだったわけですね。ですので、この K はこの連メスの A というふうにも表すことができます。で、ここまででその何が分かったかというと、その多倍長の整数と単精度の整数を掛け算を行うときのそのワード単位の計算量というのは、その今掛けられる数が多倍長数だったんですけども、その掛けられる多倍長数の長さに比例するということをこの見積もりは示しています。まずこのことを押さえておいてください。ここまでいいでしょうか。で、これを踏まえてですね、今度はじゃあ、多倍長整数同士の乗算のアルゴリズムを作って、その計算量を見積もりましょうということをやります。今まで述べてきた多倍長数と単精度の整数の乗算を拡張した形になりますね。はい。で、ここでは、まあ、例題としてこのような例を持ってきました。まあ、A としては多倍長数、まあ、今回は A も B も多倍長数なんですけども、まあ、A はこれ5ワードの多倍長数ですね。先ほどの例と似た感じの多倍長数です。それから、B の方ですね。先ほどの例題では B は単精度の数だったんですけど、まあ、今回はその2ワードの多倍長数というふうに、してみました。で、やり方としては、その、一変数多項式の乗算と非常に似てるんですけれども、やはりこの各ワードの係数を並べて、その筆算で、こう、それぞれの、桁の乗算を繰り返すということになります。ですので、その、まあ、一変数多項式の乗算に非常に似ていると思って、話を、考えてみてください。で、それぞれの、その、計算のですね、ステップで、その多倍長数と単精度数との何か計算が起こっているのか、あるいはその多倍長数と単精度数、あるいは多倍長数と多倍長数の何か計算が起こっているのかというのをちょっと区別して、注意してチェックしていきます。まず、この筆算のですね、中の2行は、その、ここにありますように多倍長数と単精度数の乗算であることに注意しておきます。とこの中ではですね、どういうことをやっているかというと、まずこの行、上から3行目では、これ、かける数の B0 を固定して、で、この B0 かける A0 とか、B0 かけるこの上の多倍長数ですね、この計算を行っておりますので、ここで言っている多倍長数というのは A の方ですね、それから単精度数というのはこの B の0ですね。というふうに、まず、これ、かける数の各ワードごとに、この、掛け算を分解しまして、で、かける数のワードごとに、このかけられる数の多倍長数と、かける数のある特定のワードっていう、その多倍長数と単精度数の増算をここでは繰り返すということにまず注意してください。まずこの3行目がそうですね。それから4行目も同じように、これ A という多倍長数に、この B の、上位桁ですね、この B1 を順番にかけているということになります。で、最後はどういうことをやっているかというと、これ最後はですね、これ、例えば、この C1 を求める桁っていうのは、A1B0 も A1B1 も、A0B1 も多倍長数ですので、最後のこの C の i を求めるところでは、その多倍長数と多倍長数の加算を行っているというところが、ちょっと上と異なりますので、注意してください。一応、まあ、この、筆算をですね、順番に行うやり方をこう書き下したのが、この、次のスライドにあるアルゴリズムです。で、ここでは、入力としまして、その、A は、K ワードの多倍長数ですね。それから B は M ワードの多倍長数として、おります。で、出力としては、K プラス M ワードの、多倍長数 C を出力するという形になっております。そして、まず、第一ステップではですね、これは多倍長と単精度の乗算で、この A とですね、A は多倍長数その A をそのまま持ってきて、で、B の方はこの一番下の桁の B0 を持ってきて、こうかけた掛け算をまず行います。で、その後、
第2行のこのループの中では、今度はその、多倍長数と単精度数の乗算で、この A とそれから BI をかけた乗算を行った後で、その前にあるそれまでに計算した計算結果にそれぞれを加えていくという計算を繰り返すということをやります。ちょっとその筆算の部分と異なるのはですね、その筆算の場合にはまずこの中のですね、この多倍長数と単精度の乗算を全部バーッとやっておいて、で最後にこれらの結果を全部足し込んでいくという形を取るのがこう我々手計算の時の普通だと思うんですけれども、アルゴリズムで書いてる時は少し異なっていて、その一回この例えばここ1行目ですね、この1行目、3行目ですね、ここでその A に B0 をかけましたっていうこの多倍長数と単精度数の乗算を行った際に、この A0、B0 とか A1、B0 とかっていう結果はこうその場ですぐにこの C0 とか C1 に書き込んでいくっていうところが、アルゴリズムの記述はちょっと我々の人間としての計算手順とはちょっと違います。でそこをちょっと区別しておいてください。で、こう、同じようにですね、例えばここの、4行目で、A と B1 をこうかけていった数が出来上がったら、これをもう即その場でこの C1 とか C2 にどんどん加えていくという形でアルゴリズムの方は進んでいます。まあ、そこがちょっと我々人間の手計算とはちょっと異なりますので注意してください。まあ、そのような形でこう表したのがこのアルゴリズムです。で、その計算量の見積もりを、まあ、バーッと行っていきます。まず最初に、この1行目ですね。1行目で多倍長数と単精度の数の乗算が発生していますので、これをまず計算量として強化しておきます。で、これを先ほどの、その多倍長数と単精度数の乗算の、計算量でありましたように、セータの、連立の A という形で評価、見積もることができます。で、次に見積もるのが、この2行目の、その、フォアループで出てきた計算なんですけれども、ループはこれ、1から n-1 の範囲を、i を取りますから、ループ n-1 回ですね。で、その中で、まず、多倍長数と単精度数の乗算を行っていましたので、ここが、オーダーの連立の A という形で計算量が評価されます。そして次がですね、この、CI から C の K プラス i マイナス1っていうもともと得られていた結果に、この新たに計算した結果を加える部分なんですけれども、ここはですね、加算が、θ の連立 A ということになります。これはなぜかと言いますと、これ結局、この各、この、2つの線の中の行のこのそれぞれの行の計算の結果を加えていくんですが、この途中結果っていうのは結局このもともとのこの多倍長数 A の長さにこう等しくなるわけですね。A、例えばこの場合だと A が5ワードありますから、1回目のこの計算も5ワード分の、あ、5ワード、6ワードか、繰り上がりも含めて6ワード分のこう加算を行うと。で、2回目の計算を行った後もこれ6ワード分の加算を行っていると。いう形で、合計ですと、この、レングス A、シータレングス A だけの加算がここで発生するというわけです。で、そうするとこの2行目ではですね、このレングス A× この m-1 回だけのその計算量が発生しますので、そうすると合計のその計算量の見積もりとしては、m× レングスの A ということになります。で、ここで M っていうのは、その、何だったかっていうと、実はこれ B の長さだったんですね。ですので、この2つの多倍長数の、計算量というのは、この与えられた2つの多倍長数の長さに比例する、ということになります。まず、この理由ですね、この多倍長数の掛け算の手順と、それからその計算量について一通り押さえておいてほしいと思います。